で、まあ、大川隆法さん、いろんな本出されてて、ハイペースなんですよね。年間3100日冊にと1か多冊ぐ分、らい出して3るん日に1で。冊ぐらいのペースで出してて、それで、3日に1冊ってすごくて、私も大体それぐらいのペースで書けるんですけど、なんか、本当多分ある種の精神疾患じゃないと無理っていうか、すごいです。発達障害の過集中とかさ、そういう部類のレベルなんだけど、本当に3日に1冊出せるって本当にすごくて、すごいなとしか言いようがないですよね。で、まあ、それを一通りこう、まあ確かに読んでれば、まあある程度の知識はつくんですよね。なんかネタがすごい豊富で、中国がやばいとか、アメリカがやばいとか、日本がやばいとか、なんか、そういうことをたくさん本を、まあ年間100冊で出してるんで、まあ一通りそれが読める環境にいると、で、なんかこう、たくさん刷って、なんか施設みたいなところに置くじゃないですか。だから多分タダで読める。わかんない。そうで私す立は金ね。払ってるのかもしれないけど、多分タダで読めるから、あれでまあ、そのさ、なんて言うんだろう。で、受験生には絶対勧めないし、もうちょっとちゃんとした進本め読んなでいほですしいけなっていうのはど。思うんだけど、なんかこう、よくまとまってるんだよね。こう、その、田舎の専業主婦の人とかでも読めるようにルビも振ってるし、そんなにわかりにくい話もしないし、で、なおかつ、こう、外観としてつかめるから、実はその、小論文対策としてはすごく良くて、まあまあ、とはいえ勧めはしないですけど、まあ、それで勉強されたっていう感じなんです。そうですね。大丈夫。いろんな話があっていいと思うから。この あと、間、毎月リバティっていう、ちょっと政治系に寄ってる雑誌が発行されるんですけど、あれを読んでたので、な時事るほど問ね。題。まあ、ニュースとかもちゃんまあ、と読んすでごるっくていう。こう、偏ってはいるんだけど、そうですまあ、ね、受偏っ験てはい生るんだ的けには、ある程度、まあ、受験生だったらこの程度わかればいいかなっていうようなことは載ってるような、そういう雑誌ですね。なんか大丈夫。この間も韓国学校の生徒と動画撮ってたら、日本人がいかに勉強しないかって話で2人で盛り上がって、これちょっとこれ動画にするのかなりきついなと思ったんですけど、まあ、そのまま動画にしますけど、まあ、いろんな受験生がいろんな受験生が濃いからね、毎日学習会に。本当にやって、今年合格した人とか半分ぐらい高校中退とかさ、なんか通信とかさ、いろんな人いるよね。割と訳ありな人が多いの確かにで、確かに。まあ、全然大丈夫。とりあえずちょっとこのまま話し続けていきますね。それで、私結構その高校時代、まあそんな感じで東大入りたいと思って仙台にこう入ったんですけど、入れなくてっていうか、まあ、東大もう無理って分かって、結構こう人生絶望したんですけど、なんかこう、その、受験生の時とか、こう、うつとか発達障害とか、なんか、そんなになったりとかってありました？なんかこう。今にして思えばやばかったなみたいな。そうですね、今にして思えばやばかったとは思いますけど、ちょっと異常な生活をしてたので、どんな感じでした？なんかほぼ、なんていうんだ、全然寝ないみたいな感じかな、寝ずに勉強し続けるみたいな感じで。一日どれぐらいやってました？まあ時間ではないと思うんだけど、一応時聞く間と。ではないんですけど、どれぐらいやってたんだろう。ご飯食べる時間とかもかなり節約してて、で、そうだな、朝6時、5時とか4時とかに起きてたんで、時間じゃわからないですけど、多分だけど、1日20時間ぐらいやったんだよ。そうですね、20時間ぐらいはやってたかな。私も受験生の時そんな感じでした。だから AO で、その、小学生売春した男に落とされて、それで、そこの結果が出てから本番までは、1日2、3時間睡眠で、あと全部勉強みたいな感じで。結構それでどうにかなるんですよね、SLC ってね。そう割でとすこう、ね。英語と小論文しかないんで、やるべきことをちゃんとやってればっていう感で、じあでとは。私は本当基礎が全然なかったので、中学英文法からやらなきゃいけなくて、だからその分時間が本当に必要だったんですね。なるほど、なるほど、分かりました。逆に例えば、なんか小論文とか勉強するときに、こう、なんていうんでしょう、論理的な文章を書くためのトレーニングとか、毎日学習会の生徒何人かやったりしてるんですけど、なんかそういうのってこうご自身でされたりしました？してましたね。どんなやつやってました？そうだな。なんか樋樋口口先生の式なんのか小論文小の論文の本本をちょっをと多読んで。分2冊ぐらいやって、で、その後はなんかそのテーマがわからないじゃないですか、 SLC の小論文って。だから何でも答えられるようにしておこうと思って、いろんな本をやったりとか、あと、過去問とか。そうですね、あと公務員試験か、なんか
法科大学院向けのなんか小論文テーマ集みたいなのがあるじゃないですか。ありますね。法科大学院のテーマ集とかをやると、うん、まあ多分大体あの総合政策はできると思います。そうですね、そうですね。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会では、LINE で、無料で、受験相談ができますので、もしよろしければ、概要欄に LINE の、アドレスがありますので、ぜひですね、気軽にお問い合わせいただければなと思います。あと、希望の方にはね、10日間無料で、添削だったりとか、相談だったりとか、一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。